なんだって？すぐ行かなきゃ。待ってください、カイロボットが何かアナウンスを流しているそうです。アナウンス？映像を出します。喋った。あいつらは人間の言葉がわかるんだ。北極の民、北領軍って言ってました。カイロボットが人間の言葉を話すはずがないんですが。考えられることは、生きて行方不明の北極基地の人たちが。そう考えればカイロボットが改良され続けているのも納得がいく。まさか兄さんが生きている。すべての元凶は兄さん、あなたなのか。とにかくまずはあのカイロボットを何とかしましょう。よし、出動だ。ゲートオープン。ジェットエンジン点火。ジェットコンバーター起動。メガモーターパワーオン。モーダー起動中。起動まで5秒。4 3 2 1。モーダー起動。
もしも、クラウス博士が生きているとしたら、この戦いは博士にとって、辛いものになるかも。いいえ、そんなことはありません。え？兄さんの仇を討つために戦ってきたわけではありませんから。博士。兄さん、あなたは私の目標だった。私は天才科学者と言われた兄さんを超えようと、今日まで兄さんが残したロボットを倒すことで証明したかった。でも兄さんは生きている。今度こそ私はあなたを超える。またやっちゃったな。ジャゲヤたち大丈夫かな。よう、ボス。あ、どうも。このビルを見てたのかい。ここにはもう奴らはいねえよ。勝ったんだよ。俺たち住民の勝利だ。え？富士商会は倒産しちまったんだ。俺たちの抗議と度重なるビルの倒壊でな。これからこのビルは町の施設として使うことになるだろうな。いろいろありがとう、マモルくん。え？富士商会のこととかいろいろうまくいってるのって、なんかマモルくんのおかげな気がするんだ。これお礼と言っちゃなんだけど、あげるよ。マモル君はいろいろと危ない目にも遭うらしいし、まあお守りを人にあげるなんて私の側じゃないんだけど、笑わずにもらってよ。ありがとう、大事にする。今忙しいのよ。誰かさんが街を壊した後始末でね。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。広報活動ね。私たちは地域に密着したロボット警備隊を目指しているからね。住民の理解を得るのはとても大切なことよ。なかなかいい状態よ。東京に？急がなきゃ。でも遠すぎるわ。どうしたの一体。こんなこともあろうかとガレスに新機能を搭載しておきました。新機能？変形機能です。ガレスは走行形態へチェンジできるんですよ。
走行形態？ガレスは機関車みたいに走れるのか？そういうことならとにかくガレスで急ぐのよ。守る君、君は今変形したガレスの上に乗っています。そのまま現場に向かってください。操縦方法はいつもの通りです。 R1 プラス L1 で前進、 R1 プラス R2 で右ターン、 L1 プラス L2 で左ターン。では健闘を祈ります。
走行形態か。すごいな、ガレスは。これからは決めポーズを取ってから R2 ボタンと L2 ボタンを同時に押すと変形です。どうしたの、マモル君。なかなかいい状態よ。この調子で行きたいわね。マモル君、どうしました？妙案ですね。どのロボットの走行を強化したいのです？より強固なボディ、素晴らしいですね。兄さんが目指したものも。いえ。話がわかりますね。新兵器を取り付ければロボットは強くなっていく。警備隊の予算はロボットの新兵器にこそ使うべきなのですよ。ではロボットを選んでください。